着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発ですが、IHI 社製 XL9Y エンジンの実用化に向けての取り組みも順調そうです。今回は、XL9Y エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについて見ていきたいと思います。外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が、2022年12月改定され閣議決定されました。これによって、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こしています。この決定で、日本の防衛予算は、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明しましたが、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているのです。NATO 加盟国が、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたので、加盟国が、今後は、一定の防衛努力をするために、対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されるので、それに追随したということでしょうか。日本では、今後の防衛予算の使途に、防衛力強化として、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているようです。このスタンドオフ能力ですが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的です。日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけです。つまり、ミサイルの能力を大きく向上させ、同時に、自軍が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われていますが、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあります。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が、政治的に完全に決着することがないのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が、大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったようです。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたのです。この GCAP では、日本は、現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは、両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しています。航空自衛隊の中では、現在、そういった区分や呼称は廃止されていますが、かつては、主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していました。主力戦闘機は、アメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたのです。そして、支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったので、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものでした。F2 戦闘機開発については、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありましたが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていました。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退しました。そのため、前述の通り、F2 戦闘機は、F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行ったのです。航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務がありましたが、アメリカは、主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、片務的な契約でした。さらに、
日本側が搭載する兵装を見直すなどの F-2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたのです。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけです。F-2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は、後継機開発に関しては、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを行ってきたのです。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XL-9Y エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に、1機の試作機を完成させ、納入しています。納入された XL-9Y エンジンは、2020年7月まで、各種の性能テストが実施されました。結果ですが、具体的には、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F-22 ラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F-119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800度 C という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したのでした。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力ですが、XL-9Y エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしています。確かに、実際に機体に搭載してのテストではありませんが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XL-9Y エンジンは、将来の戦闘機に対応し得ると、大きな期待を集めました。XL-9Y エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F-2 の F-110 エンジンと同等の大きさです。上記のようにカタログ値ですが、XL-9Y エンジンは、一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたのです。さらに、2019年のマストアジア2019では水力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は、XL-9Y エンジンに装着可能な XVN-31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ。57等にも採用されている水力方向を変更する装置です。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターでは、パドル式の水力変更装置が採用されています。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載しています。XL-9Y エンジンに装着可能な XVN-31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は機体本体に優れたステルス性能があるので敵の攻撃を回避できると想定されていますが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、同時に、こうした工夫もあるのです。これまで述べてきたように、2019年に、水力変更装置のノズル XVN-31 が公開されるなど、XL-9Y エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、要求によっては、共同開発の変化で、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようです。GCAP では、イギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。高級車で有名なロールス・ロイス社ですが、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されます。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を行っています。そんなロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画においては、機関部の開発で難航していたと伝えられています。ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しています。
ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてきます。GCAP で、その成果がわかるのでしょう。電磁式カタパルトの動力源として、大容量電池を川崎重工が提案しているという情報が入ってきました。今回は、日本の空母事情と電磁式カタパルト用大容量電池について見ていきたいと思います。川崎重工業は、コンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池、ギガセルを開発しています。このギガセルを応用すれば、航空母艦での艦載揮発艦時に使用される電磁式カタパルトに使用できるという提案を DSEI Japan 2023でパネル展示したそうです。今回の DSEI Japan 2023は2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催されました。コロナ禍で開催できなかった期間があったので、今回は2019年に続いて2回目となります。防衛・セキュリティ産業に関係している多くの企業が前回以上の数で参加し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛・セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有し、防衛装備品分野でのイノベーションを巻き起こす場として期待されているそうです。川崎重工業のグループ企業である川崎モータースが開発し、製造・販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセル。航空母艦の飛行甲板から、艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトとして、電磁式カタパルトを使用する際の電源として使用できるという説明がパネルに添付されていました。ニッケル水素電池は、現在広く普及している蓄電池です。例えば、乾電池型充電池、ハイブリッドカーの電源、デジカメや携帯音楽プレイヤー、ノートパソコン電池としても使用されているものもあるそうです。川崎重工が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、今までにない高速での密流放電可能な蓄電池として、瞬発力に富み次世代を担う蓄電池と言えましょう。現時点では、国内の路面電車や、自然エネルギー、太陽アキラ、風力発電などの出力安定に役立つ地上蓄電設備として利用されています。環境へ十分な配慮をしたエネルギーの有効利用、二酸化炭素削減などに貢献してくれるところ、いい地球に優しい電池として期待を集めているのです。その特徴ですが、第一に、バイポーラ 3D 構造によって、電池のセル容量やセル数を増やせるので、容易に大容量化できることが挙げられます。このバイポーラという仕組みは、隔壁で直列に接続される複数の単セル構造によって、セルの表及び裏面が、それぞれ、正極と負極になる構造のことです。セルを薄くできるほか、断面積が大きい隔壁でセルを接続させて、エネルギーロスを最小限に抑えられるだけでなく、モジュール内に直列するセル数を増やせるというものです。メリットはまだあります。ギガセルは内部抵抗が小さいので、高速密流放電が可能、長時間使用が可能で耐久性が高い、環境や人体に影響を及ぼす可能性の高い有害物質、鉛、水銀、カドミウムなどが使われていない、常温で作動するので、設置場所に制約がない、電池内の電解液が水溶液系なので、発火の心配がないなどです。路面電車の直流電各間の地上蓄電設備は、
ギガセルのモジュールを40個直列に接続して、架線の電圧 1500V を満たす電力が得られ、電圧低下時のサポートや停電など、有事の際、緊急停車した電車を、最寄り駅まで移動させる電力として使用されています。その他にも、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するため、変電所などにも設置されているそうです。空母の電磁カタパルト電源として使用するためには、電圧約 36V、容量 5.4kW のギガセル 30kg7 型のモジュールを300個使うことで、32MW の高出力を出せるとして、これらのモジュールを、艦内の格納庫スペースを確保し、キャビネットに並べて設置するという川崎重工業の提案です。この設置によって、電磁カタパルト用の発電用ボイラーを設置するより、はるかに広い小スペースが実現できますし、ニッケル水素蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と違って、発火の危険がほとんどありません。万一空母が被弾したり、艦内に火災が発生しても、ダメージコントロールがしやすくなると述べています。これまでの主流は蒸気カタパルトでしたが、電磁カタパルトは、エネルギー効率がいい新たなカタパルトとして認識されたようです。アメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められ、2022年時点で、アメリカは、実用化に成功して、ニミッツ級原子力空母の後継である、ジェラルド・ R ・フォード級原子力空母に搭載したそうです。中国も、陸上基地でのテストを経て、実用化に成功したと発表しています。現在偽装工事中の003型空母復権に搭載し、2024年1月時点で、電磁カタパルトから艦載機の発艦に成功したとしていますが、裏付けとなる動画や画像は公表されていません。蒸気カタパルトは、現時点ではまだ主流ですが、アメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているようです。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合は、飛行甲板に4機の蒸気カタパルトを設置していますが、99.5% の確率で、最低でも1機は稼働できると言われているので、洋上の空母では、この上なく信頼できるカタパルトと見られています。しかしいいことばかりではありません。欠点もあります。蒸気カタパルトの射出の際のエネルギー変換効率は4-6% とされ、出力のコントロールが困難なので、軽い無人機などの発艦時には、出力が強すぎて射出に失敗したという報告もあるのです。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているエマルスの場合、設計上は 90% の変換効率が達成できることになっています。そのため、多種多様な艦載機、大型で重量がある戦闘機から、小型で軽量の無人機まで必要とされる最適な発艦速度で射出できると言います。しかし、電磁カタパルトは巨大な電力が必要なので通常動力空母では無理とされてきました。つまり、膨大な余剰出力から発電力が確保できる原子力空母でなければ搭載不可能と言われてきたのです。中国海軍003型空母復権を建造当初から電磁カタパルトを搭載するという情報が出ていたので、原子炉を搭載し、中国海軍初の原子力空母になるのではと噂されていましたが、結局は通常動力型の空母であることが判明しました。中国が電磁カタパルトと主張はしていますが、証拠動画や画像が公表されていないので、本当は蒸気カタパルトではないか?と、多くの疑いの声があるそうです。電磁式カタパルトのメリットはまだあります。発艦時のシステム起動が早いのです。また、蒸気式では、ボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するので、カタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに、ボイラーから蒸気を送り込むとき、熱膨張でのパイプや機器の破壊を防ぐため、配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気しなければならないのですが、電磁式では、そういった事前作業が不要なのもメリットです。また、蒸気式では、ボイラーから
アキュミレーターに供給された蒸気が冷めて水に戻ってしまうのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュミレーターも保温しておく必要があるので、エネルギーロスが発生していたのです。電磁式の最も大きなメリットは、発汗間隔の短縮が可能なことです。電磁式では、45秒で再充電が完了するので、電力が供給されていれば、理論上、1分で2機が発汗できることになるのです。蒸気式は、2分に1機の間隔で発汗可能ですから、それより、短時間で、ずっと、多くの艦載機を発汗させられるのです。以上のように、膨大な電力が必要で、原子力空母でなければ運用できないと見られてきた電磁カタパルトですが、ギガセルで電力を賄うことができるとなったら、海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦できることになります。それもあって、防衛省では、今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているそうです。鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留入港について見ていきたいと思います。F-35B 戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、同等に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2km で、周囲 16.5km、島のほとんどが低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では、2011年、平成23年に、馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生、その他にも、滑走路建設などが、
原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海自空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための街が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から、南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本額の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に、3本の桟橋など、艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、片越艦、基準排水量 19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波日下げなども建設される予定です。馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空企画納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは、空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも市街地が近くにあるので、騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊。大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として。2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。
でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった洋島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。